へガンガンガンバトル開始だダンダンダン決めろ一発バンバンバン心震える Let's get started 楽しんでまとって勝ち抜いて笑って心が弾む変わるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で超絶バトル開幕このねお二人ともいい調子ですよキレッキレですねゴクさん、うん、ベジータさんおーマイ一緒に来てくださいトランクスがいなくなってしまったんです何いなくなった未来のトランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず僕が教えてあげるよ僕はフュートランクスの友達さ友達だとトランクスは大変なことに巻き込まれている彼は今監獄惑星にいるんだ監獄惑星それをなぜ貴様が知っているんだ怖い顔しないでよ友達がピンチなんだ調べるのは当然だろ監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている急がないとトランクスが危ないよ行くぞカカロットおあのフューという男気になりますねええマイさんはいあなたにお願いがあるのですでっけえ鎖だなおいこの木は何だあこいつはあっごくうさんつけたぞそうか、おめえ、あっちの俺かあっちの奴の仲間かなにそれなっなにソラが無駄だここは完全に閉じた空間だし脱出はできねえぞなんだってそうだダメか何のことだフュー、さすがはサイヤ人孫悟空同士めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよふざけんな君の考えは読めたよ何二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろダメダメ無理無理とっさに思いつくなんてさすがはタイムパトロールだけどさタイムパトロール俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ時空を超え悪さをする奴を捕まえるのが仕事だうえおめえいい奴だったんかこの星に詳しいようだな当然だよ監獄惑星は僕が作った実験場だからね強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ永遠にね強い戦士か赤い君ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょ私たちを騙したってことかトランクスは本当にここにいるのかトランクスは許しがたい存在だ人間のくせに時間を自由に行き来するなんてねだから罰を受けてもらったのさそれに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからねおめえ悪いやつなんだな
ふぅ、外れ。悪いんじゃなくて、とってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ？探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても、脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール？これだ。一個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いから、せいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール。さて、役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ、悪のサイヤ人。暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。ベジータ、フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで、貴様もトランクスの気を探れ。あ、カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。はい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも弱な気は初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロット、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと？父さん、クーラは味方です。うん、目的が一致しただけのこと。あんたの装備持ってきた。言うよ、フリーザはゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見、あえて言うなら
クーラー。さあ始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぜ、お前たち。俺と戦え。奴はカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって。あ、そうだ、悟空さ ん、 ん、ベジータさん、ポタラ、太陽神様から預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に、あのガキ、終わったな。踊れカカロット、やるぞ。ベジットブルー太陽拳炸裂。こいつは面白くなってきやがった。太陽拳！トランクス、しっかり！ああ、それにしても、すごい気だ。悟空さんたち、大丈夫かしら？
もっともっと高まれ、上がれ、上がれ、最高を超えた最強のエネルギーだ。手で葬られる栄誉をやろう。まさかあれは弾けて当たれ。なんてデカさなんだ。くそ、力を使いすぎたか。化け物に。すごい戦いを僕は待ってたんだ。もっとだ、もっと。